はい、お昼ご飯ね。これ沖縄そばに、沖縄そばのだしで作りました。だからこれにそばを入れたら、ケチャップがついてるの美味しくないだろうって怒られました。ケチャップがついてても美味しいですよ。これはですね、沖縄そば焼きそば、めちゃくちゃうまい。沖縄そば焼きそばってうまいですよ、意外と。焼きうどんみたいな、なんでもなんだ、赤い点滅がついてるよ。なんだろう、なんだ赤い点滅が。ケチャップがついたのかな、赤い点滅が。いただきます。あれ、なんだろう、赤い点滅がついてるのか。うん、気になる、なんだ赤い点滅は。なんか、光の具合が悪い。目のちょうどですね、私の目のところがチカッチカッついてるの、赤い点滅が。こっちは落ちてる、赤になってるんで、できてると思いますよ、僕が。一回切ってみましょう。気づかなかったのかな、赤い点滅がついて録画されてますよってことですね。こういうのピーマンいっぱいだと思いますよね。これはもうチンジャオロースみたいな感じで、こが好き。ピーマンいっぱいの焼きそば。これにたくさん入れてもいい、メンマみたいな。チンジャオロース。玉ねぎはいらん。何でも玉ねぎはいらない。これはピーマン。ピーマンのみ。これはポーク。ポークうまい。ねえ。ピーマン好きな方はピーマンいっぱい入れて沖縄焼きそばケチャップ作ってください。沖縄の食堂に行ったら沖縄のそば立ちで、あれ見えない、こんな感じの、見えないね、卵だけ入れて出してきます。麺も入ってるとこ多い、ちょこっと。美味しいね。ちょこっと麺入れるとこもあるけど、麺入れないほうがいいね。たまに卵とネギだけ。うん、これが沖縄の味、沖縄の食堂。
あ、これ沖縄のスープだよ、イメージしたの。そうらしいです。すいませんでした。これは花形ルビー、花形をイメージした。花形イメージしたんだったら IT だって持ってきて。全然もう全然ついてますよ。花形はアイスティーも全然も。うん、沖縄の食堂だ。こういうイメージでご飯とケチャップ焼きそばでもいいんですよ。あの人何年こだったこらやつだとかなんとか言うけど、沖縄の食堂を弁当に詰め込むっていうのがいいんですよ。タコライス、タコライス、ハンバーグっていうのがあの人だ。はい、ごちそうさまで。これ以上と怒られる。ごちそうさまでした。